今回は一眼レフの RAW と JPEG についての説明ですね。今回あの空に合わせて露光を取りました。カバンは黒く落ちてます。RAW ファイルで撮影したものは露光量をレタッチソフトで上げれば質感をすくうことができます。同様に JPEG の方なんですけど、JPEG は露光量を上げてもカバンの質感をすくうことができません。黒いまんまですね。 多少上の方が出てますけど質、完全に全体の質感は救えません。今、あの、ローと JPEG を切り替えてます。違いを確認してください。次にカメラで撮影したおじなの写真ですね。これがあの通常の露光量です。カメラに任せた露光量です。次に JPEG で軌道を上げてみたんですけど、 ご覧のようにカ,カバンの質感は救えません一方ローモードの場合はあの質感がわかるぐらいに軌道を上げることが可能です